ワークライフバランスという言葉を聞いたことはありますか？ワークライフバランスが実現した社会というのは、誰もが人生の段階に応じて家庭や仕事、地域活動などをこうありたいと思う、希望するバランスで実現できる多様な生き方を選択できる社会のことです。ワークライフバランスが実現しないと、個人にとってのストレスだけでなく、企業や社会全体の活力を失ってしまうことにもなります。今回の県政週刊プラスワンは、ワークライフバランスの実現に向けた課題解決に取り組み、社員のモチベーションが向上した企業や家庭が充実することで仕事への意欲が湧くなど、ワークライフバランスのメリットをご紹介しましょう。ワークライフバランスって本当に最近よく耳にするようになりました、はい。まあ、実は私もね、子育てとその仕事、毎日ドタバタしながらですけど、なんとか頑張ってるんですけれども、まあ、それでもですね、やはり周りの方々の協力があって、なんとか、まあ、ワークライフバランスが実現できているという感じなんですよね。そうですよね。まあ、そこで滋賀県では、事業者、労働者、NPO、行政などが一緒になって、はい、社会全体でワークライフバランスに取り組もうということで呼びかけています。その中心となっているのが、16団体で構成されている仕事と生活の調和推進会議滋賀。今年から11月を仕事と生活の調和推進月間と定めていまして、集中的に広報活動を展開されています、はい。詳しいお話をお伺いしましょう。滋賀大学経済学部教授、そして仕事と生活の調和推進会議滋賀座長でもあります新井久夫さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、ワークライフバランスだいぶ浸透してきたように思うんですけれども、まあ、それでも子育てをする女性の、まあ、仕事と家庭の両立支援であったり、あるいは余裕のある企業の、まあ、福利厚生といったイメージがまだまだ強いですよね。そうですよね。でも本来ワークライフバランスというのは男性も女性もですよね、はい、それから仕事も家庭もという、その両方を両立させるというところがワークバランスの本来の意味ですよね、はい。しかもそれは決してその働く男女だけではなくて、雇う側の企業にとっても実は生産性向上にするというプラス面があるということをぜひ強調したいというふうに思うんですね。ですから社会全体の問題でもあるということになるわけですね。そうですね。はい。でもあらゆるステージで本当に充実させていくというためには大事ですね。ですからそのためには、あらゆるステージで柔軟な働き方と生き方が選択できるような、そういう制度を作っていくということが大変大事だと思うんですね、はい。でこのワークライフバランスの必要性が高まっているのにはどんな背景がありますか？やっぱり日本の場合にはどうしてもやっぱり少子化対策としてワークライフバランスが非常に重視をされている。実際にまあ1989年に 1.57 ショックということで、急速に出生率が下がるということがありますね、はい。それをいかに食い止めるかということで、ワークライフバランスが今注目を浴びているということになります。で課題となっています、その子育てをしながら働きやすい職場作りですとか、あるいは長時間労働の改善というのは、この企業の取り組みが重要ですよね。そうですね、非常に重要ですね、はい。滋賀県では企業のその取り組みを推進しようということで、休暇の取得促進、ノー残業デーの導入、短時間勤務制度の拡大、そして仕事と家庭の両立支援など、ワークライフバランスの取り組みを実践している企業を登録し、広く紹介する滋賀県ワークライフバランス推進企業登録制度というのを実施しています。その登録している企業は今どれぐらいあるんでしょうか？はい、10月末現在で616社あります。これ多くの企業が取り組みに積極的と言ってもいいですよね。はい、それでは登録している企業の中から、介護老人福祉施設リバプールの取り組みを取材しています。ご覧ください。介護老人福祉施設リバプール。ここでは、作ろうもう一つの我が家を合言葉に、できる限り在宅に近い住宅環境で利用者が安心して暮らせるような施設を目指しています。現在職員の数は84人。理想とする施設作りのためには、職員の確保は重要問題。そうですね、やはりまあ人材確保は非常に難しい、まあ、どことも企業さんそうだと思うんですけども、難しい時代ですね。でその3年5年ぐらいでこう転職離職される職員さんがやっぱり多いですね。採用して、新人、まあ、研修をさせていただいて、そうだった頃にこう離職言いますと、やはりそれまでの手間とか時間とか経費がかかっておりますので、できるだけそういう人材をこう
定着していただきたい。人材確保、そのための手段としてワークライフバランスに取り組むことに決めました。そして昨年、外部の専門家として関わっている社会保険労務士からの提案により、社内にワークライフバランス委員会を設置。やっぱり職場の職員からの声を吸い上げたいということで立ち上げをさせていただきました。メンバー構成については、こう役職とかそういうのは全く考えずに、まあいろんなライフステージで勤務いただいている職員さんを選ばさせていただきました。そして月1回行われるこの委員会で取り組みが決定したものは、有給休暇の取得を高めるためのリフレッシュ休暇などの推進、習い事など自己啓発に対しての支援、健康管理に対する支援などです。実際現場で働く職員の皆さんはこの取り組みをどう感じているのでしょうか。介護福祉士の千代幸信さん、勤務して3年、今の仕事は自分に合っていると言います。この仕事好きというの、自分のペースっていうのがちょうどこのリオさんのペースに合ってるっていうんですかね。昨年委員会ができたタイミングで子供が誕生、育児休暇を取りました。子供と関わる時間っていうのが全くなかったっていうのがあったんですよ。で、5日間家にいてだいぶ子供の笑顔とか表情とか知らんところがよく分かって。委員会のメンバーでもある千代さん、休みやすい職場環境づくりが仕事にも良い影響をもたらしているといいます。やっぱり休めてない仕事が長時間になってくると疲れるとか、そういう働きに来てそのマイナスのことばっかりやると、やっぱり予算さんにもそれが影響してきますし、出勤した段階でよし頑張るぞっていう、そのこの気持ちが出来上がらんことには、この介護って職員から心入れ替えていかへんと多分介護できないですね。優しい介護っていうんですかね、気持ちの入った気持ちのない介護をしてても何の結果も生まれないで。看護師の宮原さんは6歳と4歳の子供のいるお母さん、現在はパート職員として働いています。病院勤務の頃よりも今の看護師の仕事が合うといいます。私が入りたいとか自分の親を入れたいとか思える施設を作りたいなってすごい思って。利用者とじっくり向き合える今の仕事は自分に合っているといいます。変な話ね、看護師になって良かったと思ったのは初めてでしたね。現在はパートの宮原さん、常勤職員転換制度によりいずれ正社員になる予定です。パートからそう正社員になりやすい環境を作ろうっていうので、あ、すごい前向きに受け入れやすくなったっていうんですかね。育てて、いい人材が育ったところで今まで離職があったんですけども、そういう職員さんをやっぱり残っていただいて、やはりいいサービス、質の高いサービスを提供していって、それが強いては高齢者の皆さんの方に還元できるので、非常に取り組んだ結果良かったかな、まだ道半ばですけども。従業員の皆さん本当に生き生きと働かれていましてね、取り組みの成果出ているようですね。そうですね、2つの施策が非常に重要で、1つは連続休暇が取れるということですね、それからもう1つは子育てケアパートであるけれども、子育てが終えればフルタイムに復職できるということですね。そうしますと当然ながら従業員のやる気といいましょうか、労働意欲が上がりますし、その自分の人生の段階でそれぞれの段階で自由な働き方ができるということになりますので、これは当然ながらその施設の働き方に反映しまして、お年寄りが安心してそこで介護を受けられるという状況になりますね。したがってこれは介護施設にとってもプラスになるということになりますね。全てがもう好循環ということになりますね。明らかですね。
また滋賀県では企業の取り組みを後押ししようということで、男性の育児休業取得奨励金制度というのを設けていまして、滋賀県ワークライフバランス推進企業に登録するなど一定の条件を満たした企業で、なおかつ初めて男性が育児休業を取得した場合、その企業に20万円の奨励金が出るという制度があります。先生、育免という言葉も、ね、だいぶ広まってきましたけれども、この育免もワークライフバランスの実践の一つ。そうですね、非常に重要ですね、はい、でところが残念ながら現実はそうではなくてですね、例えば滋賀県のデータを見ますと、はい、子育て期の男性の半数近くが実は長時間労働をやっているということは明らかですよね。それからもう一つのデータで、6歳未満の子どもの夫 の育児時間というのが出ているかと思うんですが、日本の場合非常に短いということがありますね。ただ若い世代では家事や育児を自然体で行うパパさんも増えてますよね。そうですね、残念ながらギャップがありますけどね、はい、先ほど育免という言葉が出ましたけども、はい、その育免を今回取材しています。ご覧ください。こちらの写真は先日行われた男性の家事育児三角フォトコンテストで入賞した皆さんの写真です。その中で育免部門で最優秀賞を受賞した恵比須野さんのお家を取材しました。恵比須野さんのお宅は1歳5ヶ月の双子のまゆちゃんとめゆちゃんがいます。夜7時、仕事から帰ったたけしさんの仕事は子供たちの遊び相手。本当楽しんでます、子育て。なんかね、その日々昨日できなかったことができたり、驚かされることが多いんで、その育ててるんじゃなくて私が育てられてるような気はしますけどね。たけしさんが子供の世話をしている間、妻のりえさんにも休息の時間が。主人がもう3人で散歩に行ってくれるのでね、私の貴重な時間が本当に、ね、おしめ替える服着替えさすっていうのだけでもやって、本当実際やってみたら本当大変なんですよ双子なので世話も大変。2人で手分けして子供たちにご飯を食べさせます。そして子育て期の仕事と生活のバランスについてたけしさんは、本当この時期しかないですからね、自然と育児なさった方がいいと思いますよ。子供に早く会いたいという思いがですね、仕事へのモチベーションにもつながっているようですね。そうですね、実は私も双子の子育てをしましたけれども、公立保育園で例えばアレルギー問題を通じましてですね、職員の安全であるとか、あるいは大気汚染の問題である、そういうふうに視野が広がりました ね、はい、ね、でも本当にこれからはですね、ワークライフバランスに取り組む企業に、良い人材がなんか集まるという感じもしますね。まさしくその通りですね。私2つ申し上げたいと思うんですね。1つはやっぱり企業のトップの意識が非常に重要であるということですね。それによって従業員の意識も変わるということですね、はい、それからもう1つやっぱり男性の育児や家事への参加が大変重要であると、それは実は男性自身の生活や人生の質を上げることになるということをぜひ申し上げたいというふうに思うんですね。本当に職場と家庭以外の人とのつながりですから、視野が広がるということですもんね。はい、さあ滋賀県では仕事と生活の調和推進シンポジウムを11月21日水曜日に開催します。場所は近江八幡にある滋賀県立男女共同参画センターです、午後1時30分より基調講演や事例発表などが行われます、ぜひご参加いただきたいですね。本当に人生の、ね、あらゆるステージでいろんな生き方、働き方を選択できる、そういった社会が本当実現してほしいなと思うんですけどね。どうでしょうか、先生。本当にそうですね、先生、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ続いては滋賀の風ふわりです。はい、今回は草津線の旅です。えいやーと、皆さんも一度はやったことないですか、忍者ごっこ。実はその時のこの刀に使っていた竹製の物差し、これは甲賀市甲南町で作られているものなんです。滋賀の風ふわり、今回は忍者の里をぶらりと歩きます。
は草津線寺小駅。まず目に飛び込んでくるのは六角形のお堂、六角堂です。道の真ん中にお堂があって不思議な感じなんですけど、ここはどういった場所なんですか？ここはちょうど道の真ん中でしてね、こちらが伊賀の方へ、あるいは柘植の方へ、甲賀の方へという道のこの辺りの要所やったわけですね、はい、そこの真ん中に建てて、皆さん その安全とかいろんなご供養とかそういうお祭りがあったんですけども、六角堂は江南町のシンボルとして町の皆さんに親しまれています。六角堂のすぐ隣には六角ふれあい広場があります。それではちょっと覗いてみましょう。うわー、いろんなものが置いてますよ。これは卵ですね。生産地が書いてるんですけど、あ、江南高等学校ですって。すごい、地元に密着しているものがたくさん置いてますよ。で、何よりちょっと賑やかな声が聞こえてくるんで行ってみます。皆さんこんにちは。すごい、たくさんの人が集まってます。六角ふれあい広場は小さな子どもからお年寄り、そして障害のある方まで幅広く、誰もが気楽に訪れることができる道の駅ならぬ町の駅。皆さん遊びに来てください。忍者の里江南町をぶらりと歩いています。なんだか怪しげな雰囲気の屋敷がありますよ。そう、こちら甲賀流忍術屋敷。忍者自身の住居として現存する日本で唯一の建物で、実在した忍者の暮らしに触れることができます。ここでは手裏剣体験ができます。私も忍者になりきって挑戦です。いきます。いや、あ、もう一回、いや、あれ、もう一回、残念でござる。えい、いや、なんだか本当の忍者になったみたいです。この竹の物差しなんですが、実は忍者屋敷のすぐ近くで作られているんです。えい、お金製作所、日本で唯一の竹物差し製造業者です。江南ではやっぱりこの物差しというのは昔からあるものなんですか？そうですね、江南で創業されたのは、ここから大正の末期ぐらいから、ここに京都の方から、はい、この物差し作る職人さんがね、こっち来られて、はい、ここらで作りかけたのが始まりやと私は聞いとるんですけどね、はい、すごい、なんかやっぱりあったかみがありますよね、竹っていうのは。そうですね、やっぱり自然素材というのはね、やっぱり日本古来のこれ文化ですんでね、どうしてもこういうな昔の方、今はプラスチックもいろいろございますけど、やはりまだ竹注文に対する愛着心中ですか、そういうものもやっぱりあるみたいです、はい。物差しの産地が忍者の里であることから、数年前から小型の物差し忍び差しや7センチのミニ物差しをあしらったストラップなどもあり、ご当地製品として人気があるようです。今回は JR 草津線の寺小駅からぶらりと忍者の里を歩きました。江南町周辺には紅葉が綺麗なスポットもたくさんあるので、皆さんぜひ訪ねてみてください。さて、滋賀の風ふわり、次回はどこの空へ運んでくれるのでしょうか。草津線の旅、ぜひお出かけください。さて、次回のテーマは、はい、11月1日は滋賀教育の日、さまざまな方面で活躍する子どもたちを取材しています、はい、こちらもどうぞお楽しみに。それでは今日はこの辺で失礼いたします。